はい、こんにちは、田村です。今日はですね、自分のね、晩ご飯をお気楽に作ってみました。そんなにレシピとかかしこばった感じじゃなくてね、まあこんな風に作りましたっていう感じで、まあ自分で後で見ようかなとそういう感じですね。今日のはね、肉うどんとそばなんですけどね、あと煮魚ですかね。このね、肉うどんの作り方は、ある、有名なというか、人気の、肉うどんの作り方をちょっと真似て、パクリで作ってます。僕はね、結構ね、温度を見ながらやってるんですけどね、肉はね、やっぱ70度ぐらいになっちゃうとね、硬くなるっていうんで、とりあえず一回、64、5度で出して、それで、後でもう一回ね、このもう肉の出汁が出たねとこでね、一度引き上げて、でその後にね、この汁の中に肉を戻して、もう一回煮ようかなと。でこれね、アク残してますけど、これわざと残してるんですけど、アクはアクでね、肉のアクはね、アクで、まあこれ味あるんでね、そうですね、とりあえず生かしました。でこれ、うどん入れましたね、ソフトうどんですね。はいはい、じゃあ次はね、そば粉を使って、100% そばね、10割そば、大体1人分 50g ぐらい使ってんですけどね。で水入れて、はい、でこれでかき混ぜると。でですね、これボロボロになってきたところで、まあちょっと引き上げるという感じです。でこの中にぶち込んで、そっから練りに入りますね。はい、ここで練っちゃうんですね。この芯の中で練れちゃうんでね。でこうするとね、繋がるんですよね。まあ押し出し式のね、そばにするんですけどね。まあまあこれちょっと慣れればね、できますけど、慣れないうちにちょっと難しいのかな、失敗するかもしれないけど、まあこんな感じでね、この中突っ込むんですけどね。これ結構ね、ここ入れるときが、まあ、爽快かなっていう感じですけどね。ただね、これね、お湯の量がね、少ないとね、下でくっついちゃったりとかね、そこそこね、テクニックいるんですよね。だから、誰にでも、まあ、おすすめっつうわけじゃないですけどね。慣れちゃえばね、どってことないんですけど、まあ、やっぱその日その日で、出来があってね、短くなっちゃうときもあるし、やっぱね、短くなっちゃうのは、ちょっとね、水分の量を間違えちゃったりとかね、そういうのでありますね。あと、箸でね、最初に引っかき回しすぎちゃうとね、そうね、中に入って、お湯で固まっていくんですよね。だからそのタイミングですね。だいたい1分と20秒ぐらいかな、入れて。で、水でやった後、氷の、入れて、冷たい感じでね、そうですね、こういうふうに締めちゃうんだけど、その上にまた氷のっけてね、私その冷たくして食べるの好きでね。でこれそば湯ですね。本当に単なる、もう何の混じりっけもない、そば湯ですね。はい、ルチンたっぷりなんで。あと、これは煮魚でしたね。はい。はい、ちょっと余りをね、使って、ラーメンも食いました。ということで。はい。蕎麦。蕎麦と、蕎麦のね、連発でした。